Please see me do now BSCM so hard No goodbye baby goodbye Tell me like ooh ah Please see me do now BSCM so hard No goodbye baby goodbye Oh I just wanna make you happy I'm more 笑ってほしい Happy 忘れちゃった笑顔も大丈夫ちゃんと取り戻してその笑顔見てる時本当幸せ What do you want? What do you need? Anything, everything you tell me はい、OK です。ういっす、お疲れっした。お疲れっした。ありがとうございます。どうでした？いやもう久しぶりにこんな踊ってめちゃめちゃ楽しかったんですけど、結構踊ったじゃん。でも、ね、やっぱこのレインシャー履いてるから全然疲れてないですね。あと何を隠そうかね、すっげえ綺麗に見えるよね、ラインが。だからこれ俺は今回履いてるけど、女性が履いたらもっと細く綺麗に見えると思うんで、めちゃめちゃおすすめなんですけど、すごい売れててあんま手に入らないですって。ただこの今回の動画を見た方にはなんと 50% オフで在庫を特別に用意してくださってるそうなので、ぜひ皆さんこのレギンスチェックしてください。どうですか？ん？いや、大掛かりすぎるだろ。自分の曲じゃないんだから。そうですね。自分のミュージックビデオみたいなやつだよ。すごいスタジオで。ね。はい。かっこいいですね、メイクもね。ヘアスタイル。ちょっと普段の違いね。ね。似合う。下はレギンス履いて。レギンス履いてスニーカーズ。カーテンもあるんで。そうか、なるほど。いや、これ、これだけ絶対おかしいでしょ。ほんとつけないですよ。これドッキリ、これ。自動だから人物って出て撮れてんだけどさ、赤ちゃんってのが出てきて急に、うん、自動だから赤ちゃんの顔みたいに認識されたんですよ。すごいびっくりした今、急にぶりっこやった瞬間赤ちゃんって出て、
しゃ。よし、お願いします。秘密ならNothing Something 特別なものをあげるのに、どんなのがいい、笑顔にしたいのに、Nothing 探し出す君のために、胸で何見て何着て幸せ話してみて、すべてね。声の出し方どうかな。あんま張らない方がいいと思うんだよね、ロックになっちゃうから。今ぐらいでいいかな。 Nothing 秘密なら Nothing どぐらい。これエディットってなんとなくジョーに任せちゃっていい？はい。じゃあもう待って、お母さんも映っちゃって大丈夫？あ、全然いいです。はい。Nothing 秘密なら Nothing Something 特別なものをあげるのに、どんなのがいい、笑顔にしたいのに、 Nothing 探し出す君のために、俺ね、レコーディングの時にすごく大事にしてるのが表情。ロックっぽく歌う時はやっぱガーって顔にするし、やっぱりアイドルっぽいというかキラキラ感を出す時は本当にもう目の前にファンの人とか自分がステージに立ってる気持ちで、その時の表情と同じ表情をして俺は歌いますね。そうなると勝手に声色がついてくるんですよね。それを聞いてくれるのはさ、女の子のファンだったり、そういうやっぱオーディエンスがいるから、その子たちを想像しながら歌うっていうのは結構俺自分のレコーディングのこだわりですね。そう、とにかくこのレコーディングは楽しいです。早く仕掛け。だってこの人がいるんだから。しかも迷宮ハッピーですからね。そうよ、最高です、うん、求めてます。素晴らしいですよ。ハッピー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 、オッケー、ハッピーハッピー。いいよん、ハッピーハッピー。ちょっとどうしよう、もう一回出して、もっと可愛く、ハッピーハッピー。はい。 Oh, I just wanna make you happy, I want あなたの欲しい、ハッピーハッピー、忘れちゃうな、エクセレント。オッケー、お疲れ様でした。どうでしたか？いや、ここまで本格的に他のアーティストの方の楽曲をやっぱ歌ってみた、踊ってみたっていう、やっぱダブルでやることないんで、すごい楽しかったっすね。だから今後またいろんな、また僕だからこそできることとか、僕にしかできないことだったりとかっていうのを、まあ、今後もやっぱ歌ってみた踊ってみたっていうのはやっぱり僕の中の一番の、なんだろう、大事にしてる、ずっとやってきた部分だから、それはちょっとこの YouTube を見てくださる方が喜んでいただけるなら、ちょくちょくねやっていきたいなと、しかも真剣にガチでやっていきたいなと思います。まあ、ちなみにね、このガチでレコーディングしたんですけど、この後ね、またちょっともう一作業あるんですけど、そのもう一作業は手越祐也といえば、まあ、もちろん今後も今までも軸はこの活動だよねっていうものの最終準備にこれから入りたいと思います。ちょっとそこはね、映しすぎちゃうといろいろ分かっちゃうので。なので皆さんの期待に応えられるように、新しい自分の中の待ちに待ったプロジェクトも始動しますので、進行次第皆さんにですねご報告していければと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。イエイ。